おはようございます。デブラスタネなるちゃんです。日焼けすごやばない7月29
ました。というわけで、今日はダンベルとバーベルを使ったトレーニング、フルボディですね、全身のトレーニングしました。日焼け跡がすごい、日焼けがすごいな。まあそんなことはさておき、途中ね、寝転んでこう腕を上げてるやつだったと思うんですけど、あれがね、途中でカメラの、メモリーカードの容量がいっぱいになっちゃって止まっちゃってて、それ気づいたんがあれやった後やって、うわーってなって、とりあえずこんなことしましたよっていうのだけ、1セットずつだけお見せしました。実際はその前に3セットずつやってるんで、もう合計4セットやってるんですけど、あんな感じでね、でもやってました。メモリーカードのね、容量を最近チェックせずに取り始めることが多いから、で、前に取ったデータを映さずにそのままやっちゃって、30分ぐらいしか残ってないのを見てなくてっていうのが多かったんで、もっとね、しっかりとかないとダメだなって思います。顔が痒かったから、痒いから赤くなってる。体重なんですけど、あれから1キロ落ちました。今はね 68.5 ぐらいですね。ピークが74まであったんで、そこから比べるとだいぶね、落ちてきています。で、ちょっとずつね、なんかやったら 200g とか 300g ぐらいの毎日こう、なんていうの、上がり下がりがあって、で、たまにちょっとガクッと500ぐらい減ってくれるみたいなのをこう繰り返して、ちょこちょこドン、ちょこちょこドンみたいな感じでやってます。で、個人的に嬉しいのは体脂肪率が2% ね、まあ 2% っていうのがどれぐらいのものかわかんないですけど、落ちてて、33% あったんですよ。 32.9 ぐらい、 32.9% ぐらいやったんですね、体脂肪率が。で、今朝測ったら 30.1% やったんで、実質だから 2.5 以上は落ちてるのか。でね、中山きんに君の、チャンネルをね、よく私見てるんですけど、やっぱりきんに君も体重のその数字ではなくて体脂肪の数字の方を見ましょうっていう風にね、言ってはったんで、私もそっちをね、最近はこう気にして見るようにしてるんですけど、体脂肪率もちゃんとね、ちょっとずつでも減ってきてくれてるんで、成果は出てきているかなと思っています。見た目はね、まだそんなにやっぱ変化はないな。ちょっとでもこの、なんやろ、この若干の縦ラインを感じはしますね。もちろんこんなすぐにムキムキになるわけないから、これはただのお肉なんですけど、ただでもこの下に筋肉がちゃんとこうね、その辺がちょっと変わってきたかな。この調子でね、頑張っていきたいと思います。なんか私すごいたくましくなってません？なんか、うん、太いからやろな。太いところに筋肉ついてるからやろな。もともとこう華奢なタイプではないけど、ちょっと鎖骨出ようとしてない？そんなことないか。はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。